はいどうもお車研究所カードサービス正面夏の盛り暑さにやられそうな救急員の矢野とデリカミンのコメントにオープニング何も発しない矢野優子に呆れ返っているカメラ担当岩明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ矢野ちゃん、天気よりも今日はですね、デリカミニのお話をしたくてですね、隣のデリカもそうなんですけど、止めさせていただいたんですけれども、デリカミニ、デリカで、はい、どっから入るんだろうということを考えてたら、触れない方がいいかな。天気の方の話になったと、はい、この通常運転ですね、矢野ちゃんの、はい、今日はですね、デリカミニの、もう販売されても1年以上経っておりますので、様々なデータが出ておりますので、まずデリカミニのグレード、はい、そしてカラー、カラー、そして駆動方式、この3つのパターンでどれが一番売れてるっていうのを、ご紹介していきたいと思います。それ全部当てれたら矢野ちゃんにそのグレードのお車プレゼントしますので、はい、早速やっていきましょ う, おう。はい、というわけで矢野ちゃん、はい、早速デリカミニ、もう間もなく1年経ってるんですけれども、はい、販売台数累計なんと44,000台、お累計受注は5万台を超えると言われておりますので、めっちゃ好評です。かっこかわいいデザインやアウトドア ×4WD といったイメージでやっぱりですね、いろんな方々が購入されてるんですよ、うん、で4駆モデルの165-6015の台形タイヤ等が好評しており、専用ショックアブソーバーによる安心で快適な走行性能などが重視されています、うん、グレードでは9割以上のお客様が丸々グレードをお選びいただいておりますというぐらいですね、大好評でございます。さあ行きましょう、ゆうちゃん、はい、デリカミニのグレード、はい、何があったか覚えてますか？ T プレミアム、はい、T プレミアム、はい、P と T、はい、T プレミアムと G プレミアム、 あとノーマルの T と G ですね。もうこの時点で矢野ちゃんはデリカミニ全ファンを敵に回しましたんで、はい、はい、あとは駆動方式が2区と4区ですね、はい、あとカラーが何色ありますか？カラーは全部で11色。はい、本当ですか？というわけで、はい、カラーが12色ですね、はい、2トン、失礼いたしました、2トン、はい、6色、ノーマル6色の12色ですね、はい、さあ、矢野ちゃん、はい、グレード、駆動方式、カラーお選びください。一番売れてるやつを T プレミアム、デリカミンで一番売れてる4つのグレードのうちは1つが T プレミアム、 T プレミアム、はい、そしてで、4WD、 4WD、はい、で、アッシュグリーンメタリック、はい、もうだってカタログに出てるやつが一番、はい、デリカミニって感じがする。うーん、なるほど、アッシュグリーンメタリック、このカラーですね、はい、そして4区、そして T プレミアムですね。それでは発表いたしましょう。全部揃っていた場合にはそのお車私がプレゼントいたします。まず忘れてんの、駆動方式の前にグレードいきましょうか、はい、グレードですね。グレードでは9割以上のお客様がプレミアムグレードをお選びいただいております。まずここは正解です。さあ、その中で T か、はいですね、 T プレミアム、 G プレミアムありますが、一番売れてるグレードはなんと 62% で T プレミアムでございます。はい、そうです。というわけで T プレミアムが 62%、 G プレミアムが 29%、 もう大半がプレミアムですね、うん、そして T、まあ、ターボエンジンモデルが 4%、うん、そして G5%、うん、というわけでですね、意外と T のターボの方が選ばれてないと。 それよりもいっそ G の方が 1% 多い。ただ皆さん選んでるのはやっぱプレミアムの方を選んでいただいてるという形ですね。はい、じゃあ続きまして駆動方式ですね、はい、はい、後ろ行きましょうか、せっかくですので。駆動方式2区と4区とあと何がありました？2区と4区とターボ、はい、というわけで、うん、リアに回ってきましたが、うん、駆動方式は特に書いてないんですね、うん、なんかここら辺に4なんかあるイメージでしたけど、意外と書いてないと。じゃあ行きましょう、駆動方式、はい、パーセントでいきましょうか。はい、めっちゃ接戦でございます。49% 対 51% OK ですね、うん、そして勝ったのが 4WD でございます。やっぱりね。というわけで4区でも意外と半々じゃないですか、矢野ちゃん。もっと接戦だね。もっと割れるとか、もっと7割ぐらいが4区かと思ったら、意外と2区でこのボディデザイン
を好んで買われてる方もいるんじゃないかなと思うんですよ、うん、にあとやっぱりこの限定タイヤはポイント、うんうんはい、大きいですよね。はいはいはい、そうですね、うん、というわけで4区が 51%、 2区が 49% でございます。じゃあ次最後カラーいきましょうか、うん、それでは今のところ2問中2問大正解の矢野優子がお届けしておりますお車研究所最後のカラーですね、はい、矢野ちゃんが選んだのがこちらグリーンのやつですね、はい、アッシュグリーンメタリックですね、うん、発表いたしましょう。第5位からいきましょうか。あ、はい、第5位 8%、うん、ホワイトパールブラックマイカルでございます。意外と意外といい色ですね、はい、うん、そして次 9% の第4位、うん、ナチュラルアイボリーメタリック、 ありますうちにも、はい、そして第3位が 12% でホワイトパールでございます。残りですね購入された方がですね 17% の方が選んでいる色がございまして、そちらがなんと発表いたします。スタミニウムデリカミニを購入されている方が一番選んでいるカラー、アッシュグリーンメタリックというわけで矢野ちゃん全問正解かと思いきや残念ながらターボかターボじゃないか、いえ違います、さらにアッシュグリーンメタリックブラックマイカでございました。ツートンの方、ツートン同じくですね両方とも 17% わかります、矢野ちゃん 17% の方がこちらアッシュグリーンメタリックを選んで、さらに 17% の方がアッシュグリーンメタリックブラックマイカ、もうこの同点じゃん、1位です。だからあの両方言わないとダメでした。いやいや矢野ちゃん両方言えば矢野ちゃん買ったんですよ、私このデリカミニ。皆さん、はい、パンチ湧いてください。予算への、はい、全然、はい、全然そうだそうだ、矢野が2つカラー選ばなかったからダメなんだ、そもそもそんな引っ掛けがあるに決まってるじゃないか、予算がそもそも簡単にあの車買ってあげるわけじゃないじゃないか、そこらへん見抜けよ矢野優子、いい加減分かるよそこらへん、イエーイって湧いてますんだ。矢野さんへの対する、でもすごいね、アッシュメタリックとアッシュメタリックグリーンのツートンブラックマイカメタリックで、はい、もなので、合算すると 34% の方がデリカミニを購入したもうこのカラーがもう入ってると、まあ、上がブラックになってるか、うん、ツートンになってるかの違いですので、うん、もうここ画面上でいけばここデリカミニ走ってるお車の 34% もこのカラーになってると、ここ、うん、でこの上が若干違ってくると、うん、分かります、矢野ちゃん、これぐらいこのデリマルのカラーがもやっぱり強烈なんですよね。あのデリマルのお人形さんもアッシュグリーンだもん、はい、そうですね、うん、でもあのデリマルのカラーを増やすのかなと思ったんですけど、そこは増やさずに、やっぱりもうデリカミニといえばもうこのグリーン、グリーン、デリマルといえばこのグリーンという形で三菱さんを押していくんじゃないかなと思います、うん、いやー惜しかったですね、あとちょっとね矢野ちゃんデリカミニプレゼントしたのに、でも絶対、はい、その両方言ったらどっちか行こうって言いそうじゃん。言わないです、言わない、そんなことは言わないです。1位がどっちか行こうって言いそう。いや逆にもう1個選ばなくていいんですかって言うと思います、その時は。いやだって冒頭で1位予想してくださいだけだったもん、はい、言ったら、はい、もう1個選ばなくていいんですかなんて言ってない、言ってない、言ってない、言ってない。いやー欲しいですね。いやでも嬉しい、予想が当たって、そうですね、やっぱデリカミニファンの矢野優子としてはここ外せれなかったんで、うん、なので皆さんもし車買われる際には T プレミアム、そして4区、そしてグリーン、アッシュグリーンメタリック、アッシュグリーンメタリックですね、はい、フルネームで言えて今目で言われました、はい、略すなと、はい、というカラーが大人気になりますので、うん、もし迷われる方はもうこの3点選んでいただければ間違いないお車になると思います、うんうん、はい、そして逆にあのいや人と被りたくないんだよとか言うんだったらホワイトパールとかですね、あ、まあ、そういったあのランクインしなかったカラーを選べば、スタニウム系もかっこいいんですよ、うん、そうなんですよね、うん、ただランクインはされてなかったので、うん、あとまあ2区4区はもう外観上わからないので、うん、こう雪国とか使われる方は4区、うん、あとも使われる方がない方々は、まあ、お値段のことも考えて2区がおすすめなんじゃないかなといったところでございます、うんうん、さあ今回の動画いかがだったでしょうか。いいなと思ったらチャンネル登録と実質高評価で、今回あの惜しくも外してみたので励ましのコメントお待ちしてます。それではまたね。